慶応の経済だいぶ簡単だなと思ったんですけど、それより簡単ですね。はい、続いて出ました、イディオム祭り。パルって書いてね、これ難しい単語だよね。単語クイズ見ていきましょうね。はい、さあ、始まりました、むちゅーちゃんです。さあ、今回はですね、慶応大学法学部の英語を公表していきたいと思いますね。序盤の方は面白いかなと思います。皆さんもね、見て楽しめるような内容になってんじゃないかなと思いますが、まあ、ぶっちゃけ難易度は総計の中でだいぶ低い。今年は刑法全体のビリになる可能性がありますね。それぐらい優しい。なんでネット上でね、刑法が一番難しいっていう風になってるのかわかんないですけど、刑法って簡単な方ですからね、総計の中では。正誤問題もないしね、今年は。さあ、最初の単語クイズ見ていきましょうね。はい。ワードグループがいて、それぞれと合体してできるのは一体何っていうね。面白いよね。複合語作りなさいってことですよ。一番だったら、life が正解しよう。lifetime, lifestyle, lifeline,lifelong っていう風に、ね、なるわけです。というのを作っていけっていうね、面白いよね。これ一応いろんなのもくっつくようになってるわけじゃないですか。アウトラインとかね、別のもくっつくし、フットロングとかね、あのサブウェイのね、長いやつ、パン、いろいろできるわけですけど、その中から全部に当てはまるやつですね。2だったら overcast, overboard, overhaul, overflowなるでしょ。3番だったら underline, understand, undertake, undergo。 4番が water でしょ。これ waterproof ですね。防水のやつじゃないですか。 water type, water color, waterfall ね、スペルがカラー、イギリススペルですね。そう、慶応の方ってイギリス英語なんですよ。長文とかもイギリス英語ですよね。で、5が footstep, football, footprint, footpath。 うん、そんな難しくないです。6が playground, playgroup, playtime, playhouse。 悩んだ人が多いかな。どれだろう、難しいの。7番 forewarn、 あ、これかな。 forehead 知ってるか。でも forebear とかね、先祖とか foretell、 あ、もう知らないためね。で、8が outlook, outstrip, outlet, outlawね、あー、これも知ってるかな。9は landfill, landline, landslide, landlaw ね。はい、これも有名ですね。あ、ほら、次のとかも、ね、引っ掛けはランドマークとか作れるわけじゃないですか。でも全部に当てはまるのはポストね。ポストマーク、ポストコード、ポストボックス、ポストスクリプトとかね。いや、面白い問題でした。クイズやってるみたいでした。で、大問2が、はい、出ました。超難しい単語たちを文脈からわからないといけませんよってやつですね。最初はビスタは知っててもいいですね。眺めとか展望とか、これ授業でやったところもありますね。ビスっていうのがあのビジュアルですね、見えるやつです。まあそれが分かんなくても、6はちゃんと文脈から選べる。で、次がエクサイズとね、これも知らない人がほとんどだと思いますが、サイズとかサイドっていうのは切るっていう意味がありますから、そこが分かってれば切開するっていうのは推測できるんだけど、そんなのいらないんですよ。これハドタス過去分詞はこいつ動詞に決まってるわけで、選択肢の中動詞が1個しかないので、もう一択です。1推測できるんだけど、推測もいらない、もう一択。実は簡単なんですよ、この説も。レンテルは難しいと思う。まあ、何でしたっけ、マグサって言うんでしたっけ、このビームですね、こんなね。で、次のスレスホールですね、玄関口。The bottom of a door って書いてあるから、そこで分かっちゃうよね。で、玄関口なんですが、出発点とかっていうのでも threshold は出てくるから、長文中に。知っといた方がいい単語ですよ。rubble 簡単ですね。これ9番。これ瓦礫とかさ、こういうのは知っといた方がいいですね。layer は難しいけど、of magicians って書いてあるから、まあ、住処なんですよね。だ0は推測でいける。で、次のダウセットは分かんなくても、むしろボイスって書いてあるから、そこから推測できるでしょ。心地よい7番ですね。pleasing とか agreeable ね。で、次、itinerant ですね。itinerant は itinerary とかね、トイック受けてる人だったら有名ですけど、旅行の予定ですね。itinerary は確か授業で説明してるから、itinerant はできてほしいですね。traveling って書いてますね。はい、3番。grimy できてほしいかな。汚れたっていうので2番選べるし、あ、次の単語むずいね、これね。pollute って書いてるね。これ難しい単語だよね。だからもう残ったものの中から選ぶしかないんじゃない。それができれば、まあ、adjacent district とかね、周辺って意味ですね。lieu っていうのが場所なんですよ。難しいよね。知らないね。in lieu of。 これ、早稲田の文学部出てなかったらしたっけ、選択肢にいたな、in lieu of って、ね。in place of の意味ですね。そう、場所を表すんですよ、lieu ってね。実はそういう語源の知識でも解くことはできますが、文脈でいけるよ。はい、続いて出ました、イディオム祭り。最初、ナイトアウですね。はい。フクロウさんで夜中まで起きてる人ですね。アーリーバードがギャグ。別に早期受けるんだったら知ってていいですよ、これもね。で、次は、as busy as a bee ですね。はい。働きバチのように忙しいわけです。で、次は、let the cat out of the bag ってね、ですね、この秘密をばらすわけじゃないですか。で、なんでこれが猫なんだ、謎なんです。これ、だから、言語学、英語学の本にね、しょっちゅう出てくるんですよ、これ。なぜこれが。
猫でどうしてこういうイディオムができたのか謎なんですけどね。で次は feel like a fish out of water。 これはまあわかりそうじゃないですか。水から出た魚ですから、水を得たじゃないですか。水から出た魚だから自分がそこに合わない。あ、ちなみにその後に出てくるこのハンチっていうね、勘とかっていうのをこれ問われることありますんで知っておきましょう。で26番のあ must to a flame ね、これも難しいじゃん。 must がガだっていうのも知らないじゃん。ガが火の方に寄ってくっていうねことから来てるんでね。だからここでカスタマーが次々あんたのとこに来るよって言ってるので、そうガがね明るいところにこう行くようにっていう、そういうイディオムです。知らんよねこれね。次は long wolf ですね。はい、一人で行動するやつで、結構でドラマとか映画に出てくるんですよ。だからなんか集団でテロをやってるのか、それとも一人で行動してるやつなのかとかっていう文脈で出てきたりしますね。次は be in your bonnet ですね。はい、これボンネットっていうと車のボンネットが浮かんじゃうんですか。そうじゃなくてあのねハットなんですよこれ。でそのハットの中に帽子のところに蜂がいたらうざいでしょっていうね、そこから来てるんですよ。はい、そしてインタビュー問題ですね。結構ね生徒たちに質問が来たのが多かったですね。インタビュー問題どうしたらいいですか。今回のは楽勝でしょ、全然むずくない。でヒップホップアーティスト誰がいい誰みたいなの言って、実はシェイクスピアだよ。え、マジなんでシェイクスピアなのって、ほらこの文聞いてごらんなさい、誰だと思うみたいな。おい、ヒップホップアーティストでしょ、実はこれシェイクスピアなんだつって。で逆にじゃあこれどうみたいな、え、これこそシェイクスピアのなんじゃないの、ブブーエミネムのでしたとかって、もうさ何この単純なやりとり。だいぶ楽だったと思いましたね。そう思わなかったです。だからこの57164のところはもうババババババって解けるから、なんじゃこの楽勝なのはって言って、ここからね字数が増えてくんだよね、インタビュー側も答える側も。じゃちょっとめんどくさくなったかもしれないですけど、でそこから真面目にね、言語って変わってないんだぜみたいなね、ラッパーが言い始めたりしてね。でリズムの話が出たり、トピックの話が出て、最後にシェイクスピア was for the ordinary people みたいな感じでねまとめてるっていう感じです。まあ最後の37と38がトピックに似てるんで難しかったかもしれないですが、それ以外はできて欲しいって感じですね。はい、そして読解です。大して難しくありません。はい、段落の A。 はい、まあこれはしょっちゅう出てくるトピックですね。オーバーウェイトってね、子供たちが太っちゃってるよとかっていうやつですね。でプアーな人たちが、そうカロリーっていうのは安いわけですよ。ハンバーガー1個買った方がヘルシーフードを食べるよりも安く済むってことが多いので、どん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 太ってきてるっていう、このトピックはもう10年ぐらいずっと出てるから知っといてください。だ3がすぐに選べるし、パラグラフに述べられてないのは、インディビジュアルチョイスっていうのはもちろん入ってはいるんだけど、常識的に考えればね。でも、この段落内で述べてるのは外的要因ですから。B のアイデアが入っているのは簡単ですね。これ、シュガリーフードがトピックですからね。そして次はタイプ2ダイアビリーズですね。まあ、糖尿病は知らなきゃダメですよ。知らなきゃダメだけど、そんなことが分かんなくても、4番が正解だっていうのは読めわかる。文脈ですぐわかる。C も超簡単。これ、メディテラニアンダイエットみたいなのはできんってやつでしょ。で、C も理由として挙げられていないものはどれか。はい、3の時間の無駄なんていうのはどこにも出てきてない。次、並べ替え問題。It is three times more expensive ですね。はい、やっぱ比較級ってね、また出てますね、並べ替え問題。More expensive to get the energy。はい、全然難しくない。It to 構文ですね。次が consider っていうね、これ点々がついてる理由ですね。これまあ授業でしょっちゅうやりますけど、こうやって。ね、これっていうのは普通じゃないよっていう意味の時に使うわけですね。だから consider って言ってるけど、だから consider するって言ってるけど、お前らやってねえじゃねえか。考えてるんじゃダメなんだよってね。考慮してるじゃなくてやれよっていう意味ですから。だから一番近いのが1。で、48はもう明らかに矛盾してるから、each school year なんて言ってない、year 6って書いてあってね。で、次、サマリーは簡単ですね。ホスピターズのところにね、甘いものが置いてあったりとか、そんなんじゃダメでしょみたいに言ってますよね。で、単語入れていくやつ。これはもう楽勝でしょ、できなきゃダメですね。pass laws ね、はい、法律が通るとか、ランダム、あ、まあ、ランダムは知らない人がいるかな。52は、シュガーを減らすわけだから、reduce でしょ。で、次は、change ですね。これは楽勝でしょ。人を変えられないんだったら、フードを変えろ。そう、同じチョイス、もう一回使わなきゃいけないっていうか、どう考えてもこうですよね。で、次は、アクト、行動しろ。で、ルールに従う、comply。ね。今回は自動して、そのままポンと出てますね。まあ、よく出るのは、comply with 何々ですよね。で、ちなみに、読解で一番むずいと思ったのは、題名。なぜかってさね、この Fat of the Land っていうのがダジャレになってるんですよ。でも知らないじゃん、受験生こんなダジャレ。だから Live on the Fat of the Land っていうのが贅沢に暮らすっていう意味なんですよ。で、これ贅沢っていうのと Fat ですね、脂肪の方をかけてる掛け言葉になってるんですよ、これね。気づかないですよね。はい、ということでした。だから読解に、まあ悩むかなって思ったのは数問あったけれども、でもできないといけないなっていう感じです。だから英作文がある慶応経済文章も簡単だったけども、英作文がある分、
こっちの方が簡単だなという印象でした。まあ問題自体はね、面白かったと思いますんで、この、だから受験関係ない人も楽しんで やれる問題だったかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.